久しぶりの海外楽しみだね。いっぱい買い物しちゃおう。大丈夫だって、初日はママも一緒に。大丈夫、このまま行けば間に合うから。うん、冬木さん、ヘアピンくらいじゃダメだよね。冬木さん、冬木さん。珍しく静かだな、ミー。あ、なして。これ俺のカバンの中に入ってたんだ。返すためにわざわざ来てくれたの？うん、どうしても会いたくて。冬木さんに。俺、北海道に来てよかったよ。今までの人生で一番幸せだった。ここならきっと変われる。北見が、冬木さんのいるこの場所が大好きだよ。待っているよ。帰ってきたらまた一緒に桜を見に行こうね。え？2週間だよ。なんだ、2週間。もう、うち今まで北海道から出たこと一回もないし、気持ちわかるかも。冬木さん。でももう大丈夫。なまら成長して帰ってくるからね。